んにちは。今日はサウンドレーサー。こんなふざけた商品ね、ちょっとふざけてんなって。最近っていうか、この何年かレクサスとか BM 一部の車はスピーカーからエグゾーストの音を出してるって、もうそんなのふざけんなって思ってるタイプなんですけれどね、これはまさにそれを実際にやってしまうっていうものです。なんでね、こんなものはちょっとふざけんじゃないって感じなんですけど、ちょっと試してみようかなと。マニュアルです。使い方は、パーキングブレーキかけギアニュートラルに入れる、でシガーソケットにサウンドレーサーを挿して、で FM ラジオで同調させる、でアイドリングが聞こえてきたらアクセルを2500から3000回転まで回すと。これ手順おかしいよね。先に電源でエンジンかけないとニュートラル入んないじゃん。置いて、あ、なんだこれ動画には動いて映るな。 88.4 で表示されてんだけど、動画にはそうは映らない。ラジオなんて使わないから設定が分かんないよ。反応しない。
ドレーサーの感想ですけど、結構よくできてる。なんだかんだ文句つけたら結構よくできてて、だけど、で低音の響きはすごいリアルに感じるんだけど、高音の方がなんか音の切り替わりが良くないし、減速するで回転数が下がるときの音がミヤゴーってなんか不自然なね、デジタル処理って感じがすごいする。で、あとやっぱりもう一声やっぱりリアルさが欲しくなっちゃうね。なんでまあよくできてるとは思うけど、もうちょっと足りないって感じかな。動画のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。